こんばんは、タコノクです。先日私はジャズミュージシャンの時系列がいまいちわからないですというタイトルの動画をアップしたのですが、先ほどその動画にですね、長井つさんからコメントをいただきましたので、えー、紹介しますね。脳内、脳内のアルコール度数がいつもゼロにならない長井です。てんてんてん涙。 ふと思ったのですが投稿者さんの好きなベストアルバム3枚だけを教えてほしいです。ちなみに私はきっかけはソロ文句だったのですが例えば100曲とか聞くとだんだん基軸というかど真ん中が見えてくるんですベタな3枚なんですがレッド・ガーランドの1957年「グルービー」1960年「ブルー・ミッチェル」の「ブルーズ・ムーズ」1962年「ウェス・モンゴメリー」の「フルハウス」 なんですが皆さんはどうなんでしょうか点ん点、ん土下座マークですね。それではい募集しますので永井さんのリクエストに皆さん答えてあげてください。あなたの基軸となる3枚という定義にすればいいのかな。好きなあベストアルバム と書かれてますね好きなベストアルバムでもいいですし、基、まあ、軸となる、まあ、ど真ん中、たくさん聴いた中で、うん、やっぱり自分はこの辺りのこんな感じが好きなんだろうなというようなです、ねまあ、自分の原点となるような、自分の真ん中みたいなもののアルバムを3枚押してくださいで。ちなみに私はですね、まあ、いろんなところで言ってるから、もうあれなんですけども,もう、チャーリー・パーカーですよね、チャーリー・パーカーのサボイのマスターテイク、まあ、アルバムというかどうか分かりませんけど、編集版 CD なんですけれども、 やっぱりパーカのマスターテイク大好きですねそれとマイルス・デイビスだといっぱいあって迷うんですけどやっぱり原点はここだなっていうのがマイルス・オン・ブルーノートのボリューム2ですねテンパス・フュージットとかが入ってる方ですあのブレイキーの煽り運転ドラムが入ってる方のねマイルスが好きですねマイルスのアルバムマイルスが好きというか、まあまあ、もちろんマイルスも好きなんですけれどもあのホレ・シルバーとかアート・ブレイキーとかも含めて全部好きですねそれと 最後がリー・コニッツのサブコンシャス・リーですねこれもいろんなところで語ってますけれどもやっぱり独特ですねこの食感はもう本当に素晴らしいと思います唯一無二のものだと思いますこのあたりが多分私の基準というか美的感覚というかですねジャズ感覚の原点というかど真ん中なんじゃないかなと思いますでめちゃくちゃ極論するとあの,そ,のそれ以降の時代のジャズとかその後のジャズとかねあみんなもう こ,こ,こ,れのこの3枚のバリエーションだと思ってますのでっていうとちょっとそうじゃないのももちろんいっぱいありますけれども、まあ、原種ですね原種私にとってあとはそれが薄まったりとか調合されたりとかどんどんカクテルになっていくっていう感じな気がしますねあくまで私の中でですねジャズ史的にとかそのミュージシャンの影響力的にとかそういうことじゃなくてあくまで好みの本当に原点というか原種みたいなもの私の中でですねあくまでねやっぱりパーカーのサボイだし マイルスのやっぱりミュートを使う以前の,あのハーマンミュートを使う以前のマイルスがやっぱり私好きかなってやっぱり。 重たくてちょっと稚拙だけれどもあとカップミュート使っている時の音色がねキンキンしすぎずに良いしみたいなあとすごくとっても考えながらプレーをしている姿がですねまだまだちょっと勉学邁進中のですねストイックな学生っぽさも漂っていてなんか好きなんですねで同じようにストイックさといえばやっぱりストイックさもここまで極めればもう本当に美の極致でしょうと思うぐらいのですねやっぱトリスター派の葉、まあの最高傑作だとも思っているこうレニトリ リスターノと。 でマナ弟子、当時のマナ弟子だったリー・コニッツが繰り広げたですね。あとまあ、あとウォンマーシュとかビリー・バウアーとかね。あの素晴らしい、あの、光輝くトリスターの一派たちのですね、放ったすごい、あの、アルバムがやっぱサブコンシャスリーだと思ってますね。この辺が私の中の基準かな、なんて思ってはいます。まあもちろん、モンク・パウエルとかいろいろね、まだまだ、ショーターだったりとかテイラーとかね、ガーランドにもそうだし、ケリーもそうだし、モブレーもコルトレンも、 ドルフィーはどうしたミンガスどうしたってなっちゃうかもしれませんけど3枚ってなるとこの辺かなやっぱ原点戻ってくるっていうのはねと私の場合はこうでございましたけど皆さんの場合はどうでしょうかよろしければこの動画のコメント欄にコメントをいただければと思いますということでまた別の動画でお会いいたしましょうさよならバイバイよ